皆さんこんにちは。日立の国不思議探検隊、今日は日立市上根町の上根神社に来ております。こちら鳥居の下から見る日立市の町です。標高は50メートル、ほどほどいい高さに立っております。ここもね、感染防止対策のため希釈を設置しております。アルコールの消毒でお気をつけください。拝殿の方を見てみましょう。向きはほど南向き、上根神社は、いや、ここは上根公園の一角に当たるんですけどね、上根神社、祭神、イザナギの御事、イザナギの御事、熊のくすみ、くすしの御事。創立年代は定かではないが、上根山頂に祠が祀られた社殿によると、昭光天皇の御代、清長元年、宮田村、あざ三王へ遷座し、宮田村の鎮守とした。だからね、ここは宮田村のあざ三王っていうところなんですね。三王ということは、知恵三王権現のあった場所かなと思われます。後、奈良天皇の御代、天文23年、鬼が荒い水で遷座し、東山天皇の御代、元禄元年、上根山頂に遷座し、続いて、稲荷の森、ここがね、稲荷の森当地に妖怪殿を造営する。元禄8年、光圀にあった助川大瀬三家村の総鎮守となし、大祭礼には、浜宮、助川を経て、大瀬までの渡御の礼を定めるということになっております。宮田村三郎はここじゃないと。ということが分かりました。でもね、向きが、上根山の山頂にを拝むようには作られていませんので、この向きはね、あまり当てにならない向きだと思います。神門は左三つどもえですね。いやー、でも今日30度あるから暑いですね。神社の建物は日立の大空襲で焼けたので、おそらく戦後に作られたものだと思います。ここのフルールドリスが噴水のようで、これですね、フルールドリスと私は勝手に呼んでおりますが、噴水のようになっております。こちらには、こちらね、6号山なんですけど、拙者とか境内車輪が並んでおります。大杉神社、福島神社、白山神社、山神社、出た。里神社。里と呼びます。香取神社。春日神社。もともと稲荷があったので、稲荷神社があったので、ここにも拙者が、境内者が立っております。すでにね、茨城県の
皇都二つの神社だけあり立派です。峡谷もそれなりに立派に柱が高々張っています。はあ、この前使ったんでしょう、長篠祭りに使ったんでしょう、篠の輪が置いてあります。ああ面白いのはここはね、本殿がないんですね。神音さんが本殿だから本殿がないんですね。神音、こちらの方に神音公園の観覧車が見えます。こちらの奥の方が神音さんの山頂になるはずなので、本来ならこちらに参拝者が向かって拝むような形になっているはずなのですが、まあ戦後に作ったせいか、妖怪伝統を言うには南北に合わせて作っちゃったのかなと思います。ちょっと危ない、そんな形で建物も特に変わったものはありません。東の国古くには、かびれの里という境地がある。あ、かびれの山ね。かびれの山という山が出てきて、それをね、今のお岩さんだろうと、いう意見もあり、神音公園の岩山にある神音さんだと、ではないかという説もあり、私は、それの中で一番高い高杉山が実はカビレの山じゃないかと思っておりますが、お岩さんがあたりにぜひ、どこが山頂かわからないぐらいの、ね、遠くから見たときどこが山頂かわからないぐらいの山なので、それは何にしても、まあ、高杉山と上野山がカビレの山ではないかと思っております。で、やっぱりイザナギイザナミを祀っているということは、神音さんと高杉山が人賀さんの南海さんと女海さんに相当するものだという、まあ、推測は、誰にでもできると思うんですけど、まあ、誰にもできることを今までの、まあ、いろんな解説を読んでるんですけど、そういう解説を読んだ記憶がないっていうのもまた面白いところだから、あと面白いのは熊の獅子を祀っているということなんですね。熊の獅子には、まあ、イザナに熊の獅子は誰だったっけ忘れましたが、おそらく茜さんというし、このような人だろうと思うんですけれど、ここはね、それから日立風流物という山、大きな、なんていうのかな、飾り物を飾る祭りがありまして、それが非常に有名です。神音公園が桜の名所で有名なんですけど、神の動物園なんかは、その公園の中にあって、子供の頃にはよく遠足に来ましたね。大体茨城県北部の人は幼稚園、小学校や神の公園とか動物園に遠足できるというのが定番になっております。
北北部、北東部かなを考えたときに、かじれの山を谷根さんとするのか、高杉山とするのか、お岩神社は、まあ、新しい、夜下ね、今の三国のお父さんの夜下の時代に作ったという話があるので、新しいのとしても、里神社と上根神社ね、考え、なんだろう、両方ね、関係性をよく考えていかないと、解けないのだろうと、真実は解けないんだろうと思います。だから、海岸部と、それから内陸部、どちらからも、上根さんにも、高杉さんにも行けると。いうところで、高杉山の道と上根山の道と、新車は日本工業、ですね、もう発祥の地になっている場所でもあるんです。銅山があったという場所でもあるので、古代のみならず、近代においても非常に重要な場所になってくるのかなと思います。気温が35度ぐらいになっているので、そろそろ終わりにして、また次の神社でお会いしましょう。さようなら。あ、自分を映してみようかな。こんな感じで、こんな感じですが、映りましたでしょうか。こんな感じです。またね。バイバーイ。